はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。はい、今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は右足から手を打つこと、ハンドクラップって言いますけどね、クラップって略すことが多いんですけどね、スタンプクラップ、スタンプクラップ、スタンプクラップ、クラップ、クラップ。これと同じ音を今度足で手を使わずにヒールを使います。ステップヒールでも、スタンプヒールでも、どちらもやりやすい方でね、やってみてください。とりあえず今回はステップヒールでやってみますね。ステップヒール、ステップヒール、スタンプヒール、ヒール、ヒール。ね、リズムはね、同じです。クラップのところをヒールに変えてます。ここまでゆっくりやってみましょう。5、6、せーの。1、2、3、4。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6、7、8。できる人はね、以前ちょっとやったことあると思うんですけど、チャグって言って、ちょっとね、足をね、滑らせて動かしながらヒールを打つことをチャグって言います。これも取り入れて、やってみてください。ここまでは一緒にやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7。3エンド目から今度は終わりました。ステップヒール、ステップヒール。そしたら足をシャッフルするんですけど、前のね、軸足をクロスして、こういう動きを、ちょっとかかとを中に外に逃がしてあげて、で今度は反対で戻す、ね、一つのところね、軸を決めて向きを変えるような動きをして足の、ね、運ぶようにします。ステップとしてはシャッフルシャッフルってやってるんですけど、タッタと軸足に寄せてシャッフルシャッフル、ちょっと向きを変えてます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。そしたらもう一度ワン、ツー、スリー、フォー、ね、ここまでやったら最後つま先通り一回打って、最後だけちょっと変えてます。3レート目からゆっくりやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6、7。ここまでを一緒にやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4。頭から通してやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4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 。5、6、7。できる人はね、ちょっとね、手もね、真似してみてください。これを一緒にやってみましょう。5、6、7。普段使ってるね、シャッフルですね、シャッフルなんですけど、これをね、いろんな打ち方あります。今回はね、こういうクロスして打ってみたいですので、ぜひね、これらもチャレンジして自分のね、打ち方足の運び方を増やしてもらえたらなと思います。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。右足から5、6、せーの。
今度は左足からやってみましょう。はい、ファイブ、シックス、セーフ。今度は反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から。はい、ファイブ、シックス、セーブ。今度は左足から一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セーブ。右足から、はい、ファイブ、シックス、セーブ。左足から、ファイブ、シックス、セーブ。今度は反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から、はい、ファイブ、シックス、セーブ。今度は左足から一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セーブ。右足から、ファイブ、シックス、セーブ。今度は左足から、ファイブ、シックス、セーブ。反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から、ファイブ、シックス、セーブ。今度は左足から一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セーブ。今回は同じリズムでクラップしたりヒールを使ったりそしてシャッフルのクロス打ち方を取り入れた超入門レベルの振り付けをお伝えしました。特にねステップヒール特にヒールの音っていうのはやっぱりね鈍い音なんで自分が打ってても相手に伝わりにくいってことがあるんですね。だからヒールドロップ打つときはねちょっと気をつけて少しちょっとね強めしてっていうとボールも強くなっちゃってね差がそのまま激しくなっちゃうんですけどボールとヒールがね等しく聞こえるような音の大きさを出せるように気をつけてやってみてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。